どうも、こんにちは、こんばんは、ニュースターです。今日はですね、3月の16日の地震、発生した東北地方の福島沖の地震によって、現在仙台と福島の間、郡山の間っていうのは、ちょっと迂回ルートが限られておりまして、と、まあ皆さんもニュースとかで見たことはあるか、見てはいるかと思うんですけど、今、 実際仙台から福島に行くルートっていうのはよ、4つの方法がありまして、まず1つはまあ、楽な方法としては東北新幹線に乗ってしまうというルート。あともう1つは、東北本線で、東北本線でそのまま直通で仙台あ、仙台から福島まで行くルート。あともう1つは途中の月の木っていうところで乗り換えて、阿武熊急行で福島に向かうルート。あともう1つは仙台駅の西口の 宮古の40番ターミナルっていうところから高速バスが出てるんですけど、この高速バスで行くルートと、この4つのルートが通常あるんですね。ところが、まあ、皆さんも先ほども言ったように、東北新幹線、白石と福島の間に新幹線脱線してしまって、 ま、撤去作業など、まだ行ってない状況で、まあ、4月の20日頃の復旧っていうことで、まず新幹線は通ってないので、ここでバツ付けさせていただきました。で、次にですね、仙台から、じゃ在来線、あの、在来線でこの間あの、那須塩原から、東京の間が新幹線通ってるので、それに接続する形でリレー号も走ってたんですけど、 昨日昨日の 3, 3月21日、富士田と福島の間です、まあ、線路内に異常が見つかったということで、あの、今、通れなくなっています。まあ、3月22日、まあ、JR 東日本のホームページを見た限りでは、富士田と福島の間、出術を運転見合わせになってたので、ここも通れないことになります。で、JR のホームページによれば代行バスなども、あの、出さないということでした。なので、まあ、仙台から富士田までは行けても、 徳島に行く手段がなくなるため、ここで、は罰とさせていただいていますで。さらにこの、阿武隈急行で行けばいいじゃんってなるんですけど、この阿武隈急行も、被害がかなり甚大に出ていて、まあ、アブ急行さんのホームページ拝見させていただいたんですけど、結構駅なども、今回、被害を受けてしまったようなので、で、も全線で今運休であの、運転できないような状況で、今、通れないっていうことで罰です、 していただきました。でも、残る手段はこちらの、あの、仙台から福島への高速バス。まあ、東北自動車道の方が幸い、ま、白石のあたりで大きい亀裂あったんですけど、まあ、ネクスコ東日本産の、あの、迅速な対応、なおかつ、もうすごい高度な技術により、東北自動車道を通れるようになっていて、仙台と福島の間、高速バスは行くことができます。 ただ、この福島と仙台の高速バスも、まあ1日20便程度で、もうその情報を駆けつけると、もう仙台と福島を行き来できる手段はこれしかないので、大変混雑すると思うんですね。で、結構並んで乗れないとかになった時、後の大会手段っていうのを今回ちょっと説明させていただきます。そういうわけで仙台から福島、郡山と書いたんですけど、まあ、なぜ郡山なのかっていうと、東北新幹線が、 の、明日、あ、失礼いたしました。もう日付変わってるから、もう今日なんですけど、こ新幹線の方、あの、復旧するということで、氷、氷山までは運転されるということで、まあ、書いてはいないんですけど、那須、那須の方からこっちまで、あの、行けるようになって、で、あと、まあ、福島と氷山の間、新幹線と東北本線になってるんですけど、ここまだ、あの、注意していただきたいのは、 ちょっと一旦下げさせていただきます。新幹線まだ福島と郡山の間通りません。<laughs> はい。まだこっちの方はまあ後日近いうちに普及ができるそうなんで、こっちが通ったらまあこっちの方で迂回するっていうこともできるんですけど、あと郡山と福島の間の東高線は動いているそうなので、まあそれで行ける ここがね、つながらないってことになるんですけど、もう一つの手段としては仙台から郡山に行く高速バスがあるんですね。これはちょっと後日、あの、後でまた付け加わさせていただくんですけど、この仙台と郡山の高速バスっていうのが、ちょっと便数が少ない関係で、これも混雑する可能性があります。 で、仙台から福島、郡山のバスで混雑する。まあ、あと東京方面へ行く方法としては新幹線。あと、仙台空港から、ま、飛行機、あ、失礼いたしました。仙台から東京方面に行く場合は、直通の高速バス。あと飛行機っていう手段があるんですけど、ただ、そっちも結構予約が満席になっていて、なかなか取れないような状況。では、あと他に迎えるとはないのかってなると、 ちょっと今、説明させていただくと、今、これを見てください。山形という文字が見えるんですけど、仙台から仙山線で山形に回って、そして山形線新幹線動いてるので、米沢を回って福島に行くというルートがあります。あともう一つは仙台から山形まで高速バス行って、山形線新幹線で米沢に入って、 新幹線で、新幹線山形線で福島に抜けるっていうルートがあります。だともう一つ仙台から米沢に高速バスってこうダイレクトに書いてるんですけど、まあこんなルートでは普通に行かないんですけど <laughs>、この高速バス、まあこれも後でまあ話す、話すんですけど、このちょっと便数が少ないということで、ちょっとまあ、付け加えさせていただきます。 まあ、いずれのルートもこの辺使えそうに見えて、結構本数が少なかったりするので、結構、あの、気をつけなければ、事前に下調べしなければいけないと思うんで、まあ、なぜ下調べしなきゃならないかっていうと、まず在来線使ってこ声、仙台から山形、米沢、福島と行く場合は、あの大都市近国区っていう、あの、乗車経路に関わらず運賃が安くなるっていう、 特例があって、まあ、仙台から福島が1340円の切符で行けるんですけど、これ東北本線周りだけではなく、まあ、最短経路で計算は、うんちはされるんだけど、経路としては、まあ、その近郊区内に入っていれば、その近郊区内の移動、あの、経路を使えば、最短の料金で行けるよ、みたいな感じで。なので仙台から仙山線に乗って、米沢、福島と回った場合でも1340円で行けます。 ただ注意したいのが、ここの、米沢と福島の間、1日に本数がわずか6本程度しかなく <laughs>、しかも、今、福島のアプローチ線って皆さんご存知です。あの、聞いたことありますか新幹線、山形新幹線と直接新、東北新幹線つなぐアプローチ線の工事というのが入っている関係で、今年の3月12日の大工 大改正で、まあ、ここに日中一部代行バスって書いて、庭坂ってこれ何だって思うけど、ますけど、日中のダイヤの列車、まあ、朝夕の列車は直通でここへ福島と米沢行けるんですけど、日中の列車の一部で、この米沢から庭坂まで行って、庭坂で代行バスというのに乗り換えて福島まで向かわなければならないようになってるんですね。なので、代行バスとはあえて書かせていただきました。 まあそういった制約があるのと、あと仮に仙台から山形、まあ米沢まで行ったとして、<laughs> 高速バス行った場合でも、結構なうんち、あの、まあ後でうんちの話はさ、あの、料金の話はするんですけど、まあ、もちろんまあその大都市金国っていう1340円でさっきって行けるってここ行ってたのは、まず適用にならないので、値段は結構高くなってしまいます。 あとまあ、もう一つの手段としては、仙台、山形、米沢、福島で、仙台線、山形線、新幹線周りで行って、まあ、それで、新幹線使うって言ってもあるんですけど、まあやっぱり新幹線料金かかってしまう。まあ、でもただ山形新幹線の特急料金っていうのは、まあ、B 特急の特急料金、まあ B 級、B 特急っていう安い特急料金になるので、 少しは新幹線よりも安くなるので、まあ、仙台から福島までの新幹線の、うん、特急時々払うよりは安く行けるっていう点ではいいんですけど、まあ、時間がかかるっていうデメリットがあるので <laughs>、まあ、あまりおすすめはしたくないルートではあります。まあ、あと、ま、仙山線よく止まるっていうことで、まあ、もうどうしてもっていうルートで、こっちの、 仙台、福島、仙台、郡山の高速バスがダメっていう場合だともう最終手段としては時間が合えば仙台、米沢の高速バスこれが1日6便しかないんで注意したいんですけどこっから福島まで新幹線で飛ぶっていうルートあともう一つは山形に高速バス抜けてって山形から新幹線使っ山形線新幹線使ってまあ 福島までなんですけど、この仙山線っていうのも結構カモシカに衝突があったりとか、まあ、天候とかに左右されたりとかで結構止まるので、まあ、あんまりおすすめはしないルートなんですね。まあ、もし仮にここ止まった場合での手段としては高速バスになるんだけど、まあ、その時はまあ結構仙台山形もあも朝夕の利用は多いので、まあ、混雑す必至ということで気をつけていただきたいルートになります。 で、あと、ま、米沢から福島。で、福島から郡山東北線に乗って、まあ、新幹線接続できるということで、まあ、書かせていただいております。まあ、あと、高速バスについて話、まあ、少し出したんですけど、まあ、まあ、こんな風に形で、まあ、とりあえずはかい、あの、かなり雑に書いてあるんですけど、仙台から福島まで、 行くバスが、宮古の40番乗り場というところからで、片道1300円。仙台から郡山も同じく、宮古の40番乗り場から出てて2000円、片道2400円なんですけど、こちら1日8便しかありません。ちなみにこの仙台福島線だと、まあ1日20便近く出てて、だ、ま、い、あ、大体1時間に1本程度は本数のある路線となっています。あと仙台から山形についてのバス。 これは結構便数が多くて、まあ、1時間に3本程度の便数があって、まあ、片道1000円で行けるルート。あと、仙台から米沢までが、これはもうほんと1日6便しかなくて、2000円で行く。であと、その他にも仙台から岩地、アイス若松東口からバス出てるんですけど、まあ、ちょっとこっちの方はちょっと割愛させていただきたいたんですけど、まあ、もし東京方面お急ぎとかで行く場合で、まあ小、小宮山 難しいっていう時に、仙台から岩きのバスで東口の方に行って、乗るっていう方法があって、そ、そっからさらに、常磐線の北地方、岩きから南は出てるので、それに乗るっていうルートもあります。ま、あと、あいつ若松行って、まあ、時間はかかってしまうけど、あいつ鉄道。あと、あいつ鉄道、東武鉄道で、ま、浅草に出るっていうルートなどもあるので、まあ、混雑が苦手な人。 まあ、あと、新潟とか、あの、越前、坂田に抜けるルートもあるんですけど、米坂線とか、あくまでもちょっと今回は、仙台と福島、郡山の迂回ルートということで、まあ、ちょっと書かせていただいたので、ここはちょっと、割愛させていただきました。まあ、値段的に言えば、一番ね、手っ取り場合のはも在来線だけで、仙山線、山形線、米,坂米沢から、まあ、 日中だとこの代行バスっていうのはちょっと引っかかるかもしれないんですけど、それに乗って福島まで回るっていうルート。で、もう本当に楽に行きたいっていう人だったら仙台から山形高速バス行って、まあ、新幹線乗るルートっていうのは、まあ、ただ、まあ、先ほど書かかすいただいと高速バスの料金にべっこちの r の料金かかってしまうので、 ま、気をつけて、まあ、その辺も乗っていただきたいと思います。まあ、こんな感じで、軽くざっと、まあ、仙台から福島ま、福島氷山までの、あの、迂回のルートを簡単に説明させていただきました。まあ、と、ま、最、あのー、 状況などによってちょっと進捗状況変わったりとか、あと道路状況、まあ、高速バスも、あの、高速道路通行止めになってたりとか、そうなった時は遅れたりするので、まあ、確実とは言えませんので、まあ、あまりにも信用しすぎてもらうと困るので、逆に、あの、乗るときはその辺の情報もしっかり見極めながら、特にお急ぎの人は、まあ、情報見極めて、まあ、乗っていただいた方がいいかと思います。 てなわけで、まあ、3月22日現在の、まあ、ちょっと東北本線が今日、まあ、あの、乗った時に福島と富士田の間が、まだ、あの、復旧にはなったんですけど、なんか不具合が出た、のことで、ちょっと、福島と仙台行きできるルートが少なくなったということで、ちょっと今回は、動画の方を撮らせていただきました。 もしご利用される方はぜひ参考にされればと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。高評価やチャンネル登録、あとコメントなどございましたらぜひお寄せいただければと思います。本日もお付き合いいただきありがとうございました。ニュースターでした。バイバイ。